はい、どうもはい、こんにちは。さあ、春はまだ遠い感じだけども、まあ、ちょっともう少し、ちょっとでもだいぶポカポカ。そうだよね、うん、なんか外もさ、いろいろ、ウイルスのね、うん、ワクチンも出てくるよとかさ、ね、オリンピックはやりそうだねとか、うんうんうん、まあそろそろさ、うん、だいぶ前向きな状況になってきたんで、うん、あの今日はね、うん、ちょっとビジネスサイドの人なんだけれども、うん、いろんなその、夢のあるね、うん、企業ベンチャーとかスタートアップにね、うん、一生懸命支援をしている人をさ少し呼んで、今後のねこのコロナが明けていく流れの中でさ、どんな思いを、うん、こう支援していくかみたいな話ね、うん、ちょっと前向きな話を聞きたいなと思ってね。本当？じゃその前にできれば番組タイトル言ってほしいわ。うん、そうなんだよそれ忘れちゃうんですもん。そう、お願い。そうね、大人の未来ね、BB プロジェクト大人の未来ね、はい、川上純次でございます。はい、お願いいたします。じゃあ早速ね、はい、ちょっとゲストを呼びたいと思います。はい、はい、今日のゲストは、千葉道場ファンドの、取締役パートナー石井貴樹さんに来ていただきました。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。どうも、もうあの世の中を救う人としてちょっといやヒーローみたいな。頑張ります。はい頑張ります。どう、あの石井さん久しぶりだよね。そうですね、1年ぶりぐらい。はい、ご無沙汰しております。まあコロナの中だけども、いろいろ活動も。そうですね、あの実は私たち今スタートアップを支援する、まあ、ベンチャーキャピタル、うんうん、まあ、投資家としてやってるんですけれども、うん、結構あの、まあ、ちょうど立ち上がった半年後ぐらいにコロナが来たので、うんうん、結構それによる影響とかはいろいろあの、まあ、見させていただいた感じですかね、うんうん。はい、まあ、早速ね、その石井さんが、今やってらっしゃる、千葉道場ファンドについてね、はい、あ、まず千葉道場自体もね、なかなか知ってる人はもちろんあの熱量高く知ってらっしゃる方多いですけど、はい、知らない方もね、見てらっしゃる、聞いてらっしゃる方 で、 いいで、そうですね、どんなものなのか教えてもらうところからいきましょうか。はい、ありがとうございます。もともとですね、あの私たちの代表の千葉幸太郎というものがあの代表なんですけれども、はい、個人投資家として、うん、あのいろんなスタートアップにですね、いわゆるエンジェル投資を行っていましたと、うんうん。で私も実はその時は起業家で、うん、あのエンジェル投資を受けていた側の人間だったんですけれども、うん、まあ、投資先の起業家を集めたですね、勉強会があの千葉道場合宿というですね、まあ、あの業界では有名な、はい、いやそう、あの坂本龍馬のこう北辰一刀流を、うん、学んだというところから名前を取ってですね、あの名付けさせていただいたんですけれども、うん、まあ、そこをなんか5年6年ぐらい前からやっていて、うん、もう半年に1回そういった勉強会をやっていたんですが、うん、もう気づけばですね、会社の数が60社を超えてきたりとか。あ、今までの参加企業は。そうです、そうです。なので、まあ、これはもうなんかエンジェル投資の範囲を超えてるから、うん、まあ、しっかりとファンドを作ることで、あのスタートアップをよりあのしっかりと支援していきましょうということで、うん、2019年の夏にですね、うん、千葉道場ファンドということで、うん、まあ、起業家のこう勉強会、起業家のコミュニティから生まれたベンチャーキャピタルとしてあの始まったっていう、そんな流れですね。なるほど、はい、あの業界的にはちょっと珍しい立ち位置から始まったファンドですよね。そうですね、あの、うん、一般的にはあの銀行系のベンチャーキャピタルさんとか、うん、あるいは事業会社さん の、 あのベンチャーキャピタルとかが多い中で、コミュニティからできたベンチャーキャピタルっていうのは多分日本では、まあ、かなり珍しい方じゃないかなと思ってます。そうですよね、はい、アメリカとかはよくあるんですけどね。うん、僕はね、その千葉道場ファンドが出来上がる、うん、その発表会の場にね、そば、うん、に偶然いたんですよ。あのね、うん、スタートアップのねカンファレンスイベントが福岡だったかな、福岡ですね、やってる時に、サプライズのイベントの中でね、うん、サプライズのこう催し物があるというのは噂で聞いていて、うん、それが何かまあフラッと見に行ったら、うん、まあ、この石井さんとね、もう一人原田さんっていう、うん、人がパートナーやられてて、千葉さんも来てたんですよね。そうですね、千葉もおりましたね。はい、ね、和服姿です、登場して、袴、紋付き袴だよね。紋付き袴ですね。なんであの時は朝から着替えに行ってみたいな感じでした、はい、初袴ですね、人生。そう、ステージに上がってさ、でファンドを結成しますみたいな話でね、おしゃれ、派手なデビューだったよね、あれで。そうですね、まあ、やっぱり千葉道場っていうなんかもう、うん、道場って名前が結構まあ、 あれなので、うん、まあ、和服で行きましょうみたいな、はい、なり物入りで、いや、そうです、ドドドドみたいな、
だから周りもおーってやっぱなったよね。そうですね、業界で話題になったもんね。まあ、あとおかげさまであの会場和服で歩いてるのが我々だけだったので、まあめちゃくちゃ目立ちましたしお声掛けいただいてよかったなと思ってます、はい、大成功、はい、よかったです。そのね、この千葉道場のね合宿の風景ね、うんうん、もちろん僕は行ったことないんだけれども、うん、まあ、僕にも知人、周りでベンチャースタートアップの代表やってる人が多いから、うん、まあ、いわゆるフェイスブックなんかのソーシャルメディア上でね、うんうん、合宿が行われるとタイムライン上でいろんなベンチャー社長がつぶやいてるわけよ、うん、合宿で今暑い夜を過ごしていますみたいな、まあ集合写真あったり、あ、もうこれはねもう写真見てるだけでこのメンツだし、もうこれは暑い夜だなと、もう相当暑いトークをやってるんだなっていつも思いながらね想像して見てるんだけど、ありがとうございます。いや本当にあのまさしくあの、うん、熱量が高いというかですね、うん、あの本当にそこに参加されるのはあの千葉が個人で投資しているか、あるいは今で言ったら私たちのファンドから投資させていただいている、うん、あの経営者の方のみ、うん、あの参加できるということでやってるんですけれども、うんうんうん、やっぱりこう経営者の方ってなかなかこうあの人に相談しにくいことを多く抱えていたりとかで、そうだよね、うん、割とその精神的にもあのストレスかかる仕事なのかなというふうに思ってるんですが、うんうん、まあ、そこを唯一こう分かち合えたりとか、うん、励まし合ったりできる場なのかなと思ってまして、うん、なので本当にあの半年に1回開催してるんですけれども、うんうん、まあ、お互い生存報告みたいなところもありますし、あのこう、まあ、楽しい夜になっちゃいますよね。なるほどね、はい、まあ、でもかなりあのな、もう誰にもなかなかは、ね、メンバーや会社 その役員の仲間にも伝えられないような相談とかが、はい、行われる場合もあるんでしょ夜。そうですね、うん、あの本当に、まあ、あの個別のことはあまりお伝えできないですけど、うん、それこそ一緒に立ち上げたあのメンバーとちょっと最近距離ができちゃってるとかっていう波もありますし、うんうん、ね、まあ、あとはあの投資家とちょっとこう反りが合わないみたいな、うん、話もあったりしますかね。なるほど、はい、そのじゃあ、まあ、あのこれ聞いてる人の中にもね、その合宿千葉道場自体に参加したいなと思った場合って、はい、どっかで申し込むことってできるんですか、これって。こちらは本当に今で言ったら私たちのファンドから投資させていただくことのみが条件なんですよ、うん、はい、あ、そこはじゃあ以前とちょっとフローが変わったというか。そうですね、もともとはあの千葉が個人で投資すればよかったんですけど、うんうんうん、まあ、今はもう完全その機能をファンドに移しているので、うんうん、まあ、ファンドとして投資させていただくことが唯一の参加条件なるほど、ね、と思ってます。じゃあちょっと今度は投資家、ね、はい、石井さん、投資活動やってる石井さんにちょっと業界のことっていうかさ、はい、まあ、ちょっとコロナもね、はい、今年こそね風向きが変わってくれるはずなん で、ね、ちょっと最近面白いと思ってる、まあ、業界というかベンチャースタートアップ、はい、まあ、企業名のバイネームでもいいかなと思うんですけど、なんか面白いなと思ってるところとか業界とか領域、はい、みたいなのあったらちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。 ありがとうございます、うん、やっぱりあの最近、まあ、いろんなベンチャースタートアップありますけれども、うん、あのコロナの影響で今まで変わらなかった影響がやっぱり変わりつつある、うん、その風を捕らまえているスタートアップは本当に急激伸びてるなと思ってます。お、はい、なるほど、うん、例えばあのやっぱり教育だったり医療とか、うん、なかなかそのデジタル化というものが言われあの叫ばれていたんだけれども、うん、こうやっぱりいろんなこう反発とかがあってあの進まなかったところが、まあ、国も例えばあの教育で言ったら結構タブレットの端末購入に予算を割きますとか、あるいは医療でもあの遠隔診療の開始とかあの規制緩和とかが行われたので、こういったところがかなりあの今急にできたあのビッグマーケットとしてできてますし、まあそこを事前に仕込んでいたところはやっぱり消息早かったですよね。なるほどね、うん、そういったスタートアップはすごい面白いなと思って見てます。なるほど、うん、今石井さんのところでは何社ぐらい検討していらっしゃるの現状とか。ですね、まあ、投資検討は結構、うん、あの時期によって本当になんかあるんですけれども、だいたいアベレージで10から20はないですかね、10社ぐらいは検討走っていて、うん、まあ、そのうちおそらくでも1社ぐらいは投資するんじゃないですかね。あ、そうなんだ。うちは結構比率高いかもしれないですね。なるほどね。確かあれですよね、うん、投資先のレンジが少し変わってて、はい、めちゃめちゃシードかめちゃめちゃレイターかどっちかなんですよね。確かに、おっしゃる通りです。ただもうちょっと入り口のところはあの、うん、もうちょっと間口が広くて、うんうん、あのまあ、本当に立ち上げた会社を立ち上げたばかりの段階、あるいはその直前とかから、うんうん、会社立ち上げて 1,2 年とかまでは、全然検討してますかね。あ、ね、まあ、時価総額ベースで言っちゃうと、まあ、10億レンジ円ぐらいまではまあ投資レンジとしては。なるほど。じゃあプレイぐらいのところまで。あとは本当にもう
レーターステージということで、あの上場目前みたいなところに投資させていただくのが基本的な方針ですね。うん、そうですよね。もうすでに投資された企業って、はい、どれくらいなんですか、ね、今ファンドからは投資が20社ぐらいですかね、うん、でそのうち、まあ、ありがたい話であのウェルスナビさんっていうのが去年12月に東証マザーズに上場しまして、おお素晴らしい、はい、っていう感じです。なるほどね、はい、まあ、他にも有名どころでいうとあのスマートニュースっていうニュースアプリとかはテレビ CM とかでもあのやってるんですけど、そこもまあ実は投資先だったりしますね。あ、そうなんですか、はい、それはかなり早い段階で。あ、いやいや、あの割とレーターの方で、はい、最後の方に入られてる。そうです、そうです。あ、なるほどなるほど、はい、そうかそうか。これはあれですか、あの投資もしあの千葉道場ファンド、はい、まあ、石井さんに話聞いてもらいたいといった場合は、はい、石井さんの家で待ってればいいんですか。それはめっちゃ怖いですね。これ冗談です。全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。あれですね、はい、あのホームページからの問い合わせとか。いや、そうなんですよね。で実はですね、うん、うちあの公式サイトに問い合わせフォームないんですよ。うん、あのそうか、なんかあので基本的には紹介経由でいい、ね、あのご相談いただくことが多いんですが、最近あの実は私ツイッターやってまして、あのツイッターの DM でいただいた、はい、あの資金調達の相談はあの僕は 100% 24時間以内に返信してます。なるほどね、はい、じゃあまあご興味がある、ね、社長さんとか ね、 ね、はい、あの石井さんのツイッターの方に、ね、はい、ぜひお願いいたします。よろしくお願いしますと思うんですけど、まあ、石井さんといえばね、まあ、今投資家、現在投資の側にね、はい、立たれているんですけど、まあ、本当に変わった経歴じゃないけど、ね、もともとはその投資される側の事業家、企業家で、ね、はいはい、やられてらっしゃっていて、うん、まあ、教育領域でしたよね。おっしゃる通りです。もともと2012年に、うん、中学生高校生向けのオンライン学習塾、うん、あの青いゼミというものを立ち上げて、うん、あのスマートフォンであの塾の先生の授業を、うん、あのまあ無料ないし低価格で受けられるっていう、そういったサービスを立ち上げたんですよね、うん、で、まあいろいろあの起業家として、まあ銀行さんからお金をお借りしたりだったりですとか、うん、あとはあのまあ千葉以外もですね、いろんな投資家の方から出資いただきまして、うん、で最終的に会社設立から5年後の2017年に、うん、Z 会っていう通信教育の会社です、はい、うん、あの会社を、まあ、あの売却いたしまして、うん、まあ、その後あの子会社社長として1年半ほど、うん、あのお勤めさせていただいたっていう、そんな経歴ですね。そうだよね、はい、どうなんだろう、その起業家サイドもね、はい、それから投資家サイドも、まあ、今経験してるんだけれど、はい、それぞれ、まあ、いい面悪い面、まあ、また両方やってることでなんか今生かされてることとかさ、はいはい、なんかざっくばらに聞いてみたいんだけど、はい、うん、ありがとうございます、うん、まあ、実際自分もあの起業家としては、うん、まあ、時価総額10億円少しぐらいのところまでしか見てないので、うんうん、そこから先の世界って僕起業家として経験できてないんですよね、うんうん、なんでそこはちょっとわからないなっていうところはあるんですが、うん、やっぱりなんでしょう、もともと起業家やってみて、なんか投資家がなんでそういう意思決定をしているのかってやっぱりわからないんですよね、うんうん、で投資家になって初めて、なんでそういうその、な、例えば投資金額だったりとか、うん、あの時価総額を決めるのかっていうロジックがやる側になってようやく分かるところがあるので、うんうん、そこはなんか起業家って普通知らないなって思いますから、うん、なんかせっかく両面やった人間としては、そこはなんか分かりやすく起業家の方にお伝えしていきたいなというふうに思ってますね。そうかそうか、うん、それは確かにずっとベンチャーキャピタルやられていた人だけではなかなか説明しきれない、または分かってもらう気持ちを伝えきれない部分でもあるもんね。そうですね、なので投資家の人にとっては当たり前のことなんだけど、うん、起業家の人にとってはもう全然分かんないとか、うん、謎なルールだったりするんで、うん、そこはあの分かりやすく、あのせっかくだったら配信、あの発信していきたいなと思ってますね。なるほどね、うん、はい、どう、まあ、どっちが大変、どっちがしんどい、どっちがハード、まあ、いろんな側面あると思うけど、はい、やっぱりどうしても、ね、あの立ち上げの01の起業家の方のしんどさっていうのは、僕もそばで、まあ、僕もいろいろ会社の事業をやってきたこともあるから、しんどさはイメージできてるんだけど、はいはいはい、投資家サイドのそのしんどさ、うん、ハードさ、大変さみたいなのでいうと、どんなことが一番大変なの？そうですね、まあ、やっぱりあの僕もまだあのこの業界に来て1年半ぐらいしか経ってないので、うん、まだまだこれからいろいろ経験詰めるのかなというふうに思ってるんですけど、うん、そうですね、まあ、やっぱりその私たちみたいなベンチャーキャピタルファンドって人様からお金を預かりしてますので、うん、やっぱりそこを適切にあの投資しないといけないっていうのがまず大前提としてあるじゃないですか、うん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 、なのであの、まあ、しっかりとこう投資にあたってはあのいろんな方面から検討を重ねてあの投資実行しないといけないんですけれども、うん、
とはいえなんかこれからこんなことやりたいですって夢いっぱい あの起業家の方とかに投資する際って、うん、なかなかその客観的な数値とか実績とかがなかったりするので、 その、まあ、どこまでこう性善説にのっとって、うん、あの経営者のやる気とか資質のみを判断するかっていうところと、あとはちゃんとなんかいろいろチェックしないとねっていうところの、なんかこのグラデーションが結構難しかったりするかもしれないですね。そうだよね、うん、なんか千葉さん、ま、今いろんなパラメーターとかいろんな判断基準を持って石井さんも多分企業と向き合ってると思うけど、はい、うん、石井さんが大事にしているポイント、まあ、言える範囲でいいけど、はい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 、なんかいくつかもしあったらさ、ちょっと石井さんなりのスタンスをちょっと聞いてみたいんだけどさ。ありがとうございます。やっぱり、うん、ですね、これ、まあ、実は千葉道場ファンドの投資方針でもあるんですけど、うんうん、僕たちミッションにキャッチザスターっていう言葉を掲げてるんですよね、うんうん、要は星をつかむように手を伸ばし続けようっていう、そういったこと、思いが込められてるんですけど、うん、やっぱりせっかく起業したのであれば、日本あるいは世界の人々の生活を変えうるような、うん、でっかい会社になってほしいなと思ってるんですよね。 なるほど。なので少なくとも投資させていただく時点で、いや、まあ、僕みたいに中途半端な金額で会社売っちゃった人間が言うのはちょっとおこがましいんですけど、うん、やっぱり少なくとも投資させていただいた時点で、まあ、時価総額1000億円、うん、これがやっぱり時価総額が大事なんじゃなくて、企業体としてどれだけ影響力がある会社になりうるかだと思ってるんですけど、やっぱりそこを目指せるかどうかっていうところはある種最低条件として考えてますかね。うん、なるほどね。これはまあ僕たちのファンドの方針なので、うんうんうん、別に他のベンチャーキャピタルファンドさんの方針も全然ありだと思ってるんですけど。なるほどね。うん、そうか、はい、分かりました。まあ、ツイッターの方にね、はい、ぜひ興味がある方は、はい、ぜひお気軽にお願いします。将来的にね、まあ、石井さんのことはもっと前からさ、お付き合いさせてもらってる身としてね、はい、今まさに投資家としてご活動されていて、まあ、もともと刺激のある場所だからね、今もいろんな刺激があると思うんですけど、うん、そんな石井さんは今後、まあ、あんま近いところだといろいろあるかもしれない、はいはいはい、ちょっと透明な話でね、はい、10年後くらいの感じで言うとさ、はいはい、石井さんは今後なんか10年後くらいだとどういう感じでありたき姿みたいなのをイメージしてるとかあるんですか？いやまさに結構悩ましいなって思ってるところがあるんですけど、うん、当然投資家になった以上、うん、やっぱり投資させていただいて、その会社がまあ上場なり M&A されるなりとかっていうのは、うん、やっぱりここまで経験しないと投資家としてもったいないなと思うんですよね、うんうんうん、なのでそこまではまあやりきりましょうと、うん、多分あと5、6年はいるのかなと思ってるんですよ。なるほどね、うん、でじゃあその先ずっとベンチャーキャピタルなのか、うん、あるいはまあ投資家という経験を積んでもう一回会社を作るのかっていう、うん、ここの2つがメインかなと思ってちょっと聞きたかったです、そこの本音のところ少しね。結構悩んでますっていうのがあるんですが、まあ、僕実はもう一つ道ってあるのかなと思ってまして、うん、ちょっと政治方面ちょっと興味あるんですよね。おーおーおー、はい、それ何公にちょっと言ってる？あ、まあ、いや全然なんかたまに仲のいい友達とかには言ってるんですけど、あ、ね、まあ、なんかそういったちょっとびっくりしてる人だと思うんですけど、大丈夫じゃないですか？共通の友人知人だと思う。大丈夫だと思います。オッケーオッケー。はいはいはい。なんか何ができるのかとか全然わかんないんですけど、うんうん、なんかせっかくこの、まあ、私の場合教育セクターでやっぱりいろいろ経験積ませていただいたりとか、うんうんうん、あとは、まあ、今回ベンチャーキャピタル金融領域じゃないですか。そうね、結構こういう知識とか経験とかってもしかしたらなんか地域の活性化とかに生かせたりしないのかなっていうところで、なるほどね、うん、なんかそんなこともぼんやり考えていたりはしてます。おー、そうだったんだ、びっくりしちゃった、はいはい、いや実は俺もなんだよ。あ、そうですか、やっちゃいましょうか。それ俺は、はい、まあ50歳でさ、はいはい、まあ、俺も何人か友人知人に話してて、はい、半分本気半分真面目じゃない部分なんだけど、わかりますわかります。それはね、はい、僕がその人生ほら後ろの時期が見えてくるとさ、うんうん、やっぱ自分と気が合う人、うん、嫌なやつと仕事したりするので、うん、本当に時間とストレスの無駄じゃない、ね、はい、っていう意味でっていうのと、あとほらこの世代のミドル世代たちが、うん、まあ、人生100年になっちゃうから、はい、いつまでも輝き続ける環境だったりとか、うん、仕組みだったりとか、うん、そういうのを用意してあげたり、そういう事例を作ってあげるみたいなことに非常に関心が高くて、はいはいはい、そういった意味でその、まあ、もちろんそういう会社とかサービスをやるっていうのも一つのパターンなんだけど、そうですね、政治で仕組みを変えるみたいなのあるじゃない、うんうんうん、40代50代何度チャレンジしても元に戻っていけたりとか、はい、そういう人たちがセーフティーネット的にいろんなところでこうコネクション回していくことで、いろんなチャレンジができる環境とか整備、うん、
また団体とか教会作りみたいな話とかが、はい、そんなことをねちょっと僕もやりたいなと思って政治家って考えたことがあるんだけど、ね、一番ストレスのたまる人たちと向き合うことになるなと思って。いやそうなんですよね。それをもう一回やるのかって腰が上がらない。いやあとはまあ本当にある種これって裸一貫からの多分起業に近い感覚なので、それはそれでまあ、ワクワクするのやらめんどくさいなって感じるのやら、ね、どっちもあるよね。まあ、その辺がちょっと悩ましいポイントかなと思って。一緒だ。それ今度ゆっくり語りようぜひ。緊急事態宣言明けたあたりに共同先生張るっていうのもあるし。いやそうですね、本当に、うん、全然勉強しないんでその辺分かんないんですけど。そうだよね。あれはあれでさ、ほら共通それぞれ多分、ね、政治に関係する仕事をやってるメンバーも、はい、友人知人の中で多分いると思うんだけどさ、 そうですね、それなりのマニュアルとか戦略とか方法論があるじゃない、はいはい、そうそう。だからなんか人柄的にはさ向いてるよみたいに言ってくれる話あるかもしれないけど、はい、それとは全く別なさ、そうですね、あのロジックとか、はい、あの気持ちの向き合い方が存在するじゃない。そうだからね、なので、まあ、ちょっとこれは冗談ですけれども、うん、まあ、今の投資家という立場でいろんな起業家の方をご支援させていただいているので、うん、まあ、早いところ皆さんお金持ちになっていただいてですね、そうだね、将来支援していただけないかななんて下心も持っていたり持ってなかったり冗談です。いやびっくりした。面白いね。今日はいい映像が残せましたね。いや俺、うん、石井さんがその第三軸の判断が出てくるとは思わなかった。まあでも多分そのいずれかになるような気はするんですよね。そうね。まあ、なんか石井さんがまた新しい、ね、サービスとか事業をやるとしたら、はい、なんかもちろん僕自身も注目したいしね、なんか一緒にできることがあったら、ね、はい、一緒にできたらまたいいなと思いますしね。そうですね、本当にぜひ。そうだね、なんですよね。結構投資家っていうところは本当にいろんな業種業態の会社も見られるので、うん、本当にそういった意味ではいろんな世の中の課題とか、うん、見させていただいてすごい貴重な経験させてもらってるなと思ってます。なるほど、はい、どうそのコロナ今年ね転換期かなと思うけど、うん、この今年以降の、アフターコロナと言っていいのかな、うん、に流れの中でそのベンチャーエコノミー、まあ、お金の投資の動きみたいなのの変化みたいなのはどんな感じになるかな今年。そうですね、やっぱり、まあ、実体経済ダメージ受けてるけど株式市場とかすごいじゃないですか。そうだね。で、まあ、おそらくこの、うん、まあ、私たちみたいなベンチャーキャピタルへのファンド出資とかも、うん、まあ、去年一時期ちょっとへこんだところはあるんですけれども、おそらく 1,2 年ぐらいは続くんじゃないのかなって見たときに、うん、ベンチャー企業に流れるお金自体は多分変わらないかちょっと増えるぐらいだと思うんですよね、うん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 、おそらく、うん、ちょっと去年確か一時へこんだんですけど、うん、まあ、それぐらいをキープしたりするのかなと思ってまして、なんで起業家にとってはなんか環境はそんなに悪くならないのかなっていうふうに見ています。なるほど。で、あとは引き続きやっぱりコロナによっていろいろ地殻変動が起きてたりしますので、うんうんうん、そこに、まあ、商機を見て参入される方には良い市場になるのかなと思ってます。なるほどね。してやっぱり言い方はすごい良くないなって思ってるんですけど、そのやっぱり今回コロナで成り立たなくなってしまったっていうので、うん、結構諦められた方がいらっしゃるんじゃないのかなと思うとすごいこう胸が痛いんですけれども、うんうん、やっぱりその一方で再生が必ず発生しますので、うん、そこで参入される方とかにとっては、まあ、すごい大きな可能性があるんじゃないのかなと思ってますね。なるほど、うん、分かりました、はい。ちょっとじゃあね、今日も時間が来ちゃったんで、はい、まあ、政治の話含めてね、はい、新規事業の件もそれから、はい、新しい注目ベンチャーの投資先のこともちょっと裏でまたもちろんですもちろんです、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ今日のゲストは、千葉道場ファンド取締役パートナーの石井貴樹さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー濃いわー、ね、内容濃い。なんかね、俺が石井さんの好きなところはね、うん、すごい誠実さがすごい伝わってくるでしょ、うん、そういう方々に政治をお任せしたい一般市民としては。そうだよね、なんか言葉言葉がすごい丁寧でね、うん、なんか信頼信用ってこういう人のためにあるのかななんていつも会うと思うんだけど、うんうん、そうそうそう、まあ、政治ねやってもらったらそれはそれでね、いや本当ですよ、子どもたちのためにね、うん、自由もそうだし信頼できる国になって行ってください。そうだね、うん、なんかね、この後 のコロナがね、うん、沈下していく1年になる一つのね、うんうん、きっかけの話もいろいろ出たのかなと思うんでね、また次回もね素敵なゲストをお呼びしてるんで楽しみにしていただければなと思います、はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございました。
さあ見逃せないラジオクリスタル、お役に立てたら嬉しい素敵配信、週の真ん中もクリスタル、合言葉はお互い様にありがとう。次の番組はオエドワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェリションスタジオからの放送です。チームクリスタルの情報はホームページ81810クリスタル .com をご覧ください。クリスタルシャワー下町スピリット、また来週。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。案外ミドル世代のですね、経験積まれた方の方が投資家に持ってたりするので、何かあった際はぜひお気軽にご連絡ください。そんな感じでいいでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。さ一瞬言うとさ。